諫早神社は、長崎県諫早市に鎮座する神社である。明治時代までは、九州宗志後の四面宮と称する。旧社格は、県社。アマテラス大名ミカ、の大神、少なびこなのノ神を主催神とし、サルタヒコ神、ヤワタ神、稲荷神、天馬神、五霊宮、大主道などを合し、また、九州宗志後の神々である、白日別名、法日別名、 豊久戸日泥別名、県被別名をご在人としている。平城系、奈良時代、仁紀五年に、聖武天皇の直眼により、行基菩薩が当地へ赴もむき、石祠を建てたのが、神社の始まりと伝えられる。九州宗志後の神々を祀る、神仏集合の四面宮として、代々領主の祈祷書と定められた。領主の西郷家や、竜造寺や、 諫早家から厚く崇敬されてきた。天正15年に諫早領主となった竜蔵寺暴れは特に崇敬し、境内の拡充や神殿の再建を図るなど、四面宮を諫早領の総鎮寺とした。明治元年の神仏分離令で、並死していた正言寺は分離されることになり本尊などは近くの寺院に移設。その際に四面宮を諫ハ早神社と改称した。 昭和20年に県社に昇格した。行基菩薩のお手植えと伝えられるクスの木群は、神木として数形されており、昭和41年に、伊佐早神社のクス群として、長崎県天然記念物に指定されている。長崎県の文化財、ありがとうございます。